こうインタラクティブなメディアでストーリーを入れ込むって非常にこう難しいというか、えー、そもそもやってはいけないことだと思います。で、まあ、何でしょうその僕はストーリーを伝えたいんじゃなくてですねある物語ある環境にある人となってあることをしていくんですけどもそのある環境の中でそのキャラクターが感じるようなことを えー、一緒にプレイしながら自分でプレイしながら、えー、プレイに感じてもらいたいっていうことなんでストーリーライン的にはそんなに大したものを作ってるつもりではなくてですねその中で環境で、えー、面白いだけではなくて爽快感があるだけじゃなくていろんなことを考えてほしいっていう、えー、そういったコンセプトで作っております。